伊賀上野地震の震度分布伊賀上野地震は、海江7年6月15日14時頃に、現在の三重県伊賀市北部で発生した地震である。地震のタイプとしては活断層で発生した内陸直下型地震と見られる。安政への改元前に発生した地震であるが、歴史年表では海江7年1月1日に、遡って安政元年としており、安政伊賀地震とも呼ばれる。また、 本地震に始まり飛び越し地震に至る安静年間に連発した一連の顕著な被害地震は安静の大地震と総称される。火影7年6月13日正午に全震が発生した。全震による建物の倒壊はなかった。その後も揺れ、夜通し寝なかったり外にむしろを敷いて寝るなどした住民がいた。本震は同年6月15日赤国に発生し、 6から8時ごろに最大余震が発生した。震央は現在の三重県伊賀市北部、マグニチュードは7、1、4、最大震度はメルカリ震度階級で4日市伊賀上野は6、または7と推定されている。越後、日立から長戸に至る広い範囲で地震が記録されている。つ、亀山、桑名でもメルカリ震度階級で震度 V と推定されている。 同日5時頃失火の炎が見え始めた。上野城の東、西大手門の石垣が崩れ、万人4名が死亡し、地滑りなどの被害も大きかった。死者は995名。内井が上野付近の死者は625名、負傷者994名、家屋東海2270個蔵東海306件だった。その後の余震も、 同年7月10日2時頃までは規模が大きいものが多かった。後に伊賀上野城下の被害絵図も作られた。地震により倒壊した家屋が色で塗られた絵図もある。薬師寺等々が損傷した。四日市式田町の建築寺に安政元年震災残死者の日がある。裏面に火災のため300有余人が死亡したと記されている。安政元年震災残死者の日の北側で、 西南西東北東の方向に断層を生じ、断層の南側で、長さ約1キロメートル、幅約200メートルの範囲で、最大1.5メートル沈下した。ありがとうございます。